どうもこんにちは、ムロでございます。6月3日22時に発売開始されました3080Ti ですが、まあね、負けましたよ。負けました。争奪戦に負けて、で翌日ね、まあ実は休みを取ってたんですよ。でもまあもうないと思ってカメラの北村行きまして、カメラ買ってやると思って行ったんですけど、その近くにね、みんな大好きグッドウィルあったりするんで、まあダメ元行ってみたら、あった。ありましたー。エイスースのタフゲーミング 3080Ti。3080Ti。大事なことなんでもう一回いきますよ。3080Ti。いやー、買っちまいました。我慢できなかった。買っちまった。ってことで、緊急レビューやっていこうと思います。ってことで、まずは、開封していきましょう。てか、まあ、箱見ていきますかね。エイスース。ね。エイサスではなくて、エイスースですね。タフゲーミンググラフィックスカード。オーラシンク、エイスースなのでオーラシンク対応してて、OC エディションみたいですね。で、GDDR6X の 12GB。なんか、ここだけ。箱なんかね、すげえテカるんですけど、ここだけなんかちょっと違う、印刷特集、まあいろいろ書いてあるんですけど、入力が、ディスプレイポートが3つ、 HDMI が2つ、なので合出力ですね。正規代理店保証、アユートさんらしいです。はい、はい、では開けていきます。エイサスIn search of incredible 金色、まあ、特にないですね。よいしょ、開けると、なんかこのチラ見せがね、やらしいですね。チラ見せな感じ。鑑賞図開けると、もう、まあ、お神座本体が出てくるわけですが、まあ、特段、まあ、付属品が あるわけではないですね。あ、なんかあります。あ、セットアップマニュアル、まあ見ないですね。なんかカードなんですかこれ。タフ、なんかトレーディングカードみたいなの出てきました、ね、タフゲーミング、ワランティーカード、プレディケーションオブリバーティー、まあ、もう、もういろんなテストやってるよっていうやつですね。で、よくわかんない、まあマニュアルっすわ。何特別なのは、まあこれぐらいですね。では皆さんお待ちかねの本体。いやー、でかいね。でかい。いや、実際ほんとでかいわ。あとで、まあ、私の手持ちのグラボでちょっと見てみましょう。剥がして。まあ、いいですね。GeForce RTX。はい。出てきました。あ、まあ、保護フィルムが全体的に貼ってある。ゴテゴテしてるんですけど、まあそれが実は私いいなって思う。6800XT とかね、これ多分ほとんど同じようなデザインなんですよ。私実は意外とこういう普通のデザイン、あんまりこう木をてらってないデザイン好きですね。で、タフゲーミング。まあここなんか光るんですかね。で、電源は8ピンが2つ。RTX あんま光んないでしょ。すげえな。でもやっぱこうサンスロでかい。でかいわ。裏面もパフォーマンスモードとクワイエットモード、物理スイッチでこれ切り替えられるみたいで、裏面にもなんか保護フィルム貼ってあるんで、使う時は剥がしてくれって書いてあるですね。で、ちゃんとソケット用の保護もついてますね。20万オーバーですけど、まあこんなもんでしょう。まあこんなもんでしょ。ベンチとかやっていこうと思ったんですけど、まあ、シール剥がしてたらね、やっぱちょっと質感が全くいい、だいぶいい。そして私これプラだと思ってたんですけど、これ鉄なんですね。もう何の予習もなく買ったもんで、全く、あ、これ鉄なんだ。すげえ質感いいですね、これいいわ。まあ、ファンはプラですよ。まあ裏面もね、ペリペリ剥がしたらやっぱすごい質感が良くて、タイヤ痕の跡みたいな、これ非常にいいですね。これいいですよ、だいぶいい。そして、まあ、大きさをね、まあ、比較してみようと。で、手持ちのグラボを置いてみました。カピ神様からもらったプロデュオと健康をね、ついてた 4660Ti ですね。黒落とし粉でかいね、圧倒的、私の指で4本分ぐらいでかいですね。まあでもプロデュオと比べると意外と、実は一番プロデュオの方が薄くて、で 3080Ti の方が厚いと。一番薄いのがプロデュオ、その次が 1660Ti、 一番太いのが 3080Ti ですね。
まあ、やっぱ改めて見るとでかいね。でかいわと褒めちぎってたんですけど、ちょっとだけね、どうなのって言ったのは、まあ、これはいいですよ、このね PCIe 支え男のカバーはこれはいいんですけど、ここの保護フィルムって、まあ、いらないって言ってないよ、いるけどこれ外さなきゃ取れない、これしかも結構硬いし、これは、せっかくなんで、まあ、どうやって光るかを、まあ、見てもらおうかなと思いますが、このタフゲーミングのマークだけが、まあ、綺麗に光ってますね。あんまビカビカするの私はあんま好きではないので、これぐらいいいんじゃないですかね。やっぱ GeForce RTX は光らせてほしい気はしますね。であとどうやらですね、あの負荷が高くないとファン回んないみたいですね。非常にいい設計なんじゃないですかね。だからもう今全然静かです。まあ立ち上げてみて、タスクマネージャーね、当たり前ですけど NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti としてまあ認識されてます。これ今ね、まあビデオエンコード動いてるのは試しに、このキャプチャー自体も本機でやってるんでビデオエンコード動いてます。で CPU-Z の方の、グラフィックスの、まあ、当然なんですけど NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 動に動いてますね、はい、それで 1660 Ti と、まあ、比較したってもうあんまり面白くないじゃないですか、あの数値分かってるんで。なんで単純に今回は 3080 Ti の、スコアだけ、紹介をさせていただきます。まず今回のベンチはグラボはもちろん Asus RTX 3080 Ti タフゲーミング、 CPU は Zen 3 5800X、 CPU クーラーは AS500、 マザーボードは X570 ファントムゲーミング X、 メモリは Team 3600MHz 32GB、 電源は Corsair RM850、 ケースは MA キューブ310という構成になります。で FF14 ベンチ、画面に出ている各種情報は WQHD 高品質で測定している数値になります。パーティクルが多数飛んでる部分や乱線部分では 100fps を割っていますが、それ以外はだいたい 200fps 前後推移しています。でスコアは 22,277 で非常に快適判定。 GPU 使用率は 95% 前後ですが、 GPU 温度も67度までしか上がっていないのでまだまだ余裕はありそうです。続いては FF15 ベンチ、こちらも WQHD 高品質設定、ご存知激重ベンチですが楽勝です、引くくらいに。こちらもやはりキャラクターが増えるバトルシーンで 100fps を割る部分もありましたが、その部分以外はおおむね 110fps 以上で推移しています。で 12630 で非常に快適判定でした。で今は猫も杓子も APEX なので APEX レジェンズもやり方よくわからないですし、そもそもダウンロードしたてなのでよくわからない感じでトレーニング、 FPS ゲーなんで本当は設定を下げてやるんだろうけどもったいないので、これも WQHD 最高品質でやってみましたが、下がっても 144fps 以下になることもないので、これは完全にオーバースペックってことなんですかね。でもまあやっぱりヌルヌル動くのは気持ちがいいです。でこの後もいろんなゲームとかやってたんですが、まさかのブルスク、ブローのまとめ川柳、シングラボ買ったはいいがブルスクだってことで次回へ続きます。ブルスクになった原因とは。バイナラー。